開会の辞ですけど、小村さんにお願いします。はい、皆さんおはようございます。地元で動いております小村と申します。今日はですね、いろいろご縁がありまして、こちらの B6 っていう、明治時代にですね、日本にこう輸入された機関車をもとに復元というかレプリカで作られた機関車をいよいよですね、この猿見鉄道の、このレールをですね使って走らせることにここまで こぎつけました。よく見ていただくと分かりますように、本来はこれが幅なんですよね。1メーター60いくつですか、67、1メーター0いくつかか。それに15インチという規格のこれ機関車がありますので、垂水鉄道さんにご無理を言いまして、150メーター引いていただきました。でこれはこれからですね、定期的に月1回ぐらいは走らせたいと思っておりますので、またお誘い合わせて来ていただければありがたいなと。垂水鉄道がですね、昔は国鉄垂水線と、62、3年前に、神戸まで開通しまして、それから今垂水まで行っておりますけど、いろんな経緯の中で今は第三セクターの垂水、鉄道ということで、かつてはここはですね、住友セメントですねの引っ込み線がありまして、C11 っていう機関車が、セメントをここから大垣まで運んでいったと。皆さん分かりますかね、あそこの塔、あれは何の塔か分かる人手を挙げてください。優秀な方が若干見えますけど、実はあれ当時使われた蒸気機関車に水を入れる給水塔なんです。それがラッキーなのかずっと残っておりまして、ぜひ写真の好きな方はね、この機関車と給水塔を入れて、インスタ映えに使っていただけるとありがたいなと。あまり話が長くなるといけませんので、そういうふうで今日、10時から、3時まで、機関車、それからあとね、レールマウンテンバイクございます。あちらはですね、ちょっと別の乗車券がいりますので、北の方に軽トラなんか見えてるところですね、テントが見えてると、あそこで、かき氷とかちょっと飲み物も用意しておりますので、一旦ね機関車は乗っていただいて結構です。その次に向こうでレールバイクの乗車券をもらっていただければ、今度このレールバイク楽しめますので、ちょっとそんな風でね、向こうの会場にもちょっと移動していただければ。じゃあ今日一日安全によろしくお願いしたいと思います。では次、皆さんおはようございます。垂水鉄道社長の不破と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日は奥田さんはじめ、地元の高村議員さんに大変お世話になりまして、ミニSL運行させていただくことになりました。また向こう側にはレールマウンテンバイクと見ていただくと、横に赤色と白帯が垂水鉄道カラーに特注で作っていただきましたレールマウンテンバイクでございます。これからですね、これを皮切りに月1回ぐらいずつ、このSL を運行させていただきまして、この本巣の地域活性化ということに役立てていきたいと思いますので、今日は、1日お時間許す限り楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。皆さんおはようございます。小村議員から、縁があってこのように、垂水鉄道さん、協力していただいて、実際は、もういろんなところにイベントで、クレーン車で持ってきますんで、持ってくけども、この機関車は、常設で、ここに、置かせていただきます。月に1編か2編、機関車の好きな方は、体験運転も、計画しており、おりますので、よろしくお願いします。こんなに集まっていただいて、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。はい、シャンパンを
おおすごい。おじゃ あのお清めで。はいどうもじゃあ乾杯。はいじゃあ乾杯。はいありがとうございました。それではテープカットに移りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。なんか拍手か。あカメラがあるの人。はい。じゃあ拍手を持って、それでは拍手を持ちましてテープカットをお願いいたします。はい、はい、行きます。ありがとうございました。そして2両目3両目には、10人ほどのお客さんが乗っていただいております。では第1便発車します。
帰りと一言で。